はいどうも皆さんこんにちはこんばんはファテラです。進化が止まらない史上最高速ソロのお金稼ぎというわけで、今回はねスピード重視のハイパーソロマネーグリッチとなります。最短1分台を多分叩き出せると思います。準備説明していきます。まずアリーナが必要で、これもアリーナワークショップフロアより地下1階とかの方が読み込み早いので、地下1階にねまず準備をしていきます。今回はねスピード重視となります。その中にエレジー RH8 を入れておいたり、またはね違う車両でもいいです。エレジーレトロカスタムなどでも代用ができます。ではね複製する車両の種類です。アリーナの車両を基本的には使います。これはね高額なカスタムなので、ちょっとお金がね足りないなっていう場合、1レトロカスタムちょっとね400万ぐらいお金かけたりするので、予算が足りないなっていう人は5万ドル以下で売られているエレジー RH8 をアップグレードしたような車両、エレジーレトロカスタムやサルタンをアップグレードしたサルタン RS などを使います。必ずね複製する車両っていうのは、高額で売却できる条件はアリーナの車両または5万ドル以下で売られている超高額なカスタムの車両です。そして施設などの準備です。まずここですね、クラブハウス必要となります。これ MC プレジデントを使うからですね。安いところでいいです。どこでもいいです。そして地下基地、これもね安いところでいいです。地下基地を持っていれば機動作戦センターを所有できます。そしてその機動作戦センターは必ずね車をセーブしやすいように、区画3は個人車両保管庫にしてください。武器乗り物ワークショップは絶対にダメなので、区画3は個人車両保管庫です。そして複製の犠牲となる車両、ファギオ、この車両をクラブハウス以外のところに大量に用意です。なのでねマックス180台ぐらいね用意できると思います。必ずクラブハウス以外のところに大量に用意です。クラブハウスにファギオがある場合はサンチェスなどを買い足してかき消すようにしてください。そして準備の中でお金、所持金っていうのを上の欄ですね、ここに500ドルでもいいので引き出して手持ちで持っている状態にしてください。これが準備となります。では、いよいよね開始するために GTA オンライン上のね時間帯、20時から24時ぐらいを、目安にね開始していきます。今までね21時半からって言ってたんですけど、今回ね20時から24時ぐらいの間にします。まだね外が明るい状態なので、20時から24時になるぐらいの間でね、待ってみます。だいたい GTA の1日のね時間がリアルな時間で48分でね1日っていうぐらいだと思います。ではね、ちょうど、このね、8時から24時の間、8時になったのでね、ストーリーに行きます。ストーリーに行ったら、今度はね、タッチパッド長押し、ディレクターモードを開始します。ディレクターモードを開始したら、今度はね、アクターから、ストーリーのキャラクターを選びます。まあ、今、フランクリンの状態なので、そのままね、ディレクターモード開始でもいいです。この今、ディレクターモードをいじくったりしている間にも、GTA オンラインの時間帯はどんどん進んでいます。ちょうど終わる頃に22時ぐらいになると思います。ではフランクリン選んだら、タッチパッド設定時間帯で夜にします。で四角を押して R1 ボタンを3回、そして三角を押します。すると時間が止まったようになるので、今度はねバツバツで押して携帯開いて時間止まってるの確認してください。で時間止まってれば OK。 オプションからセーブのねところオートセーブオフにしてください。でゲームのところからロード、オートセーブ以外のセーブデータをロードします。ここでだいたい1分半ぐらいね待ちますね、ロードが終わるまで。でストーリーのキャラクターで現れたら、携帯が時間止まってるのを確認してください。そしたら次に招待限定セッションまたはフレンド限定セッションに移動します。これでね、自分の複製するセッションに行くということになりますね。基本的にこういったお金稼ぎは絶対ね、招待限定セッションなどでやるようにしてください。ではオンラインにね、到着した時に、もしも早すぎてまだ10時手前とかであった場合は、
一度クリエイターに行き、もう一度招待限定セッション行くと、時間を止めた状態でね、もう一度オンラインに入ることができます。微調整できます。到着したら起動作戦センターを要請、そして起動作戦センターを取りに行きます。アリーナのね、入り口から離れたところに、これから起動作戦センターを置き去りにします。今時間はずっと止まった状態で、ちょうど10時ちょっととなってます。ちょうどね、プリプリのお姉さんが出現するいい時間帯となってます。では起動作戦センターをこのアリーナの出てから大通り挟んだこちら側のところですね、後ろに青いサークルが出るような状態、後ろに障害物がなく、なるべくね平らな状態で停車させます。後ろに青いサークルね出てるのを確認してください。ではこのまま、複製する車両と、あとはエレジ RH8 が入っている、できるだけねロードが短いねガレージ1の方入ります。でエレジ RH8 を外に乗り出します。車両のアクセスを乗客にします。これでさらにね時間を短縮できるというね新しいやり方があるのを今回組み合わせていきます。では所持金持ってる状態で、右の扉に女性が来るように停車させます。近づくとき急ブレーキすると逃げちゃうんでね、なるべくね優しく近づいてください。でクラクション鳴らしたり、左のスティックを押し込んだり、右十字キーを押すと中に乗ってくれます。あとは右の扉を塞ぐようにどっかに停車させるので、じゃあ起動作戦センターのちょうどタンクみたいなのがあるところですね、ここに停車させちゃいます。で右のドアが塞がる状態に確実にします。で車両アクセスはこれは乗客というなってる状態ですね。ここから四角を押して銃を外に向けて一発撃ちます。中の女性が怯えてるのを確認したら三角で車両を降りる。女性がこのまま車両に残っているのを確認して離れていきます。このエレジ RH8 から一定の距離を離れたら MC プレジデントでファギを要請します。これクラブハウス以外にあるファギを要請、要請して 1,2 秒経ったら今度は複製する車両が入っているガレージ1に入ります。これねワークショップフロアでもできますけど、1の方が読み込みと移動が早いっていうことですね。で複製したい車両イッシーレトロカスタムを外に乗り出します。これを乗り出して、まだねナンバープレート変わってません。この状態からエレジー RH8 をちょっとねポンとぶつけてください。そうすると中の女性が降ります。中の女性がね降りると、ナンバープレートがねこれからねイッシーレトロのねナンバープレート変わりました。変わったらこれで複製ができてるっていうことなので、このまま起動作センターの後ろに行き、右十字キー丸、これで保存できます。丸は数回ね押さないと、この位置だと、押せてない状態になるのでね数回押してください。では連続複製です。こっからね一周レトロカスタム連続複製するのは、乗り出してこのねアリーナの前まで持っていきます。そしてここに来たら車両から降りる、そして歩いてアリーナの中に入る、次にね、エレジ RH8 これを外に乗り出していきます。どうしてもねアリーナワークショップフロアだと、ここのね駐車場のところガレージのとこじゃなくてカスタムショップの方からね出てきちゃうのでね、歩くね、距離が長くなったりします。でここエレジレトロカスタムとかね全然使っても大丈夫です。ちゃんと手順通りやれば消えることはありません。まあ念のためねエレジ RH8 でやっていきますね。ではエレジ RH8 を乗り出したら、また女性がいるところに向かっていきます。右の扉が女性のところに行くように近づけると、もっとね時間はね短縮できると思います。近づきすぎて急ブレーキすると逃げちゃうんでね、まあこんなに離れなくてもいいですけど、極端に言ったらこれぐらい離れてると急ブレーキしても平気っていう感じです。近づくならゆっくり近づいてください。そして銃を構えた状態で、このまま右の扉を起動作センターのタンクでこれ閉じる、閉じたら四角を押して銃を一発外に撃つ、撃つと中の女性が怯えてるのを確認したら三角で降りる。女性を車の中に閉じ込めた状態になってるので歩いて離れる。アリーナの近くぐらいまで行くと、ちょうどここで MC でファギを要請することができます。クラブハウス以外のファギを要請ですね。もしもね車両保管庫に戻すっていうのが出てる場合はもうちょっと離れてください。
複製したい車両が入っているガレージの1の方に入ります。この方が読み込みが早いです。さらにね、複製したい車両、今度は LG レトロカスタムで行っちゃいます。もうこうするとね、もっと短縮することができます。じゃあね、もっと短縮できる方法をこれから見せます。車両乗り出します。で、この車両ね、外に乗り出したら、このね、LG RH8 の中の人をね、撃ってもいいんですけど、こうやって押し出したりしてください。でね、右の扉が開く状態になれば女性が勝手に降ります。降りると LG RH8 消えます。ナンバープレート LG レトロカスタムのナンバー変わったのを確認したら、機動作センターの後ろに行き、右十字キー丸、これでね、車両保管します。さらに LG レトロカスタム複製している場合は、さらにさらに高速になります。このまま外に乗り出したら、ガレージ行く必要はないので、このままね、女性をね、迎えに行っちゃいます。 1C レトロだとね、多分助手席に乗ってくれないかなと思うんですけど、 LG レトロカスタムとかサルタン RS を複製する場合は、低予算向けの人の場合はこれ連続するしてね、さらにね、高速になります。多分1分台でね、できると思います。で、女性乗せたら銃を構える。右の扉を閉じるように機動作戦センターの後ろのところ、横ですね、ここに行き、閉じた状態で銃を構える。で、撃つ。撃って怯えたのを確認したら三角で降りる。女性を置き去りにしてこのまま離れていきます。一定の距離を離れてから MC でファギオを要請。ファギオを要請して 1,2 秒ぐらい経ってからアリーナのワークショップフロア1に入ると、ハイパースピードソロマネーグリッチとなります。ガレージ1に入ったら、今度はね、まあ LG レトロカスタムをね、複製しながらでもいいし、次はね、この1Cレトロカスタムかな、どっちの方が高額なんでね、まあどっちでもいいです。もう複製したいもの、とにかくね、コピーしまくってください。ただしね、売却できる車両とできない車両っていうのはあるのでね、その辺は固定コメントからちゃんとね、確認してください。高額売却できる車両の種類っていうのを確認。 1Cレトロでね、このように LG アレチャを、ボンと押したら女性が降りて、ナンバープレート変わってから機動作センターの後ろに行き、右十字キー丸、これで保管です。もうね、こう言ってる間に3台ぐらいね、複製簡単にできました。多分1分ちょっとでできるんじゃないかなと思います。めちゃめちゃ簡単なんでね、ぜひね、やってみてください。Thank you.